こんにちは、しょうこです。ウエストで切り替える基本 A パターンの5番の作り方の説明をさせていただきます。前のレースとか紐通すとことか、別に身頃を切り替えてるわけと違って後で貼り付けてる簡単なもんなんですけども、紐でこうチューって編み上げるみたいな感じはすごい人気があります。襟のレースも後付けです。ぜひ一度作ってみてください。フリルの代わりにレース、お花の代わりにミニローズを使っていますけども、作り方は同じもので説明させていただきます。これが型紙です。作り方説明書に貼ってあるプリント写真の色にはだいぶちょっとこだわって綺麗に出るようにしています。で、型紙は原寸大です。用紙の大きさの都合で二分割していることもありますけども、貼り合わせていただいて、すぐに作っていただくことができます。まずハサミで型紙の白い部分を切り取っていただいて、でその切り取った後のゴミは置いといてもらって、それで綺麗を置いて、でハサミ入れる時にその置いたゴミを見ながら、ここは縫い代何センチ何センチって、グレーがかった部分が縫い代なんです。で確認していただいて切っていただけたらと思います。ウエスト切り替えワンピース A パターンの5番の作り方の説明をさせていただきます。前身頃は表布裏布の各1枚で合計2枚なんですけども、後ろ身頃は型紙の表を使って表布裏布の各1枚、裏を使って表布裏布の各1枚なんで合計4枚いります。で表布の前身頃と後ろ身頃の肩を縫い合わせて縫い代を開きます。裏布も同じようにします。袖を2枚切って袖の上をぐし縫いで縮めます。表布でも裏布でもどっちでもいいんですけども、身頃の袖ぐりの縫い代のところに切り込みをいっぱい入れて袖を縫い合わせます。で脇点から3ミリぐらいは縫い残しておきます。表布の前身頃にトーションレースとかを縫い付けていきます。まず真ん中にちょっと太い目の幅広トーションレースを縫い付けて、でその両脇に左右対称に紐が通せる穴の開いたトーションレースを縫って、その上にレースでブレードを縫うんですけども、その時に穴開いた紐通すやつはウエストまででいいんですけど、あとは下まで続きますんで続くんやけども、ウエストから1センチ5ミリぐらいは縫わんと置いときます。これは後でスカート縫い付けやなあかんからです。襟の型紙の表と裏を使って書いて、で裏布を中表に下へ敷くような感じにします。で下のラインを縫います。で切って、で縫い代に切り込みをいっぱい入れてひっくり返します。襟を置いて、でちょっと仮に縫っておきます。で袖の下の裾のところを5ミリぐらい表に折って、でチューッと端ミシンします。でその縫い代上出てしもてるんで、それを隠すような感じでレースを乗せて、それで、縫い代の上のラインぐらいでチューッと縫っておきます。はい、で身ごろに表布と裏布を中表に合わせて、それで縫い代にちょっと切り込みいっぱい入れて、それで首ぐりと後ろのラインを縫います。はい、次に袖を中へ入れて、それで身ごろの表布と裏布の袖ぐりも縫います。この時ちょっと袖が中に入ってるから団子状態でちょっと縫いにくいんですけども、しっかり引っ張りながら縫ってください。で袖ぐりの下3ミリぐらいは縫い残しておきます。でひっくり返します。ひっくり返したらシワシワになってしまうんで、もうアイロンしたいんですけども、アイロンで消えるチャコを使ってるんでちょっと我慢します。で袖を縫い合わせます。袖の長い方の縫い代で短い方の縫い代を包むような感じで三つ折りで縫います。でそのこの時先っちょのねレースは綺麗に折り込んでおいてください。はい、で袖口のお好みの高さでゴムを引っ張りながら縫い付けます。ここが一番ちょっとややこしいんですけども、表布の前身頃と後ろ身頃で、裏布の前身頃と後ろ身頃の脇を縫います。どちらも脇点から下3ミリぐらいは縫い残します。でちょっと7持ち替える感じ で前身頃の縫い代を左へ倒すとしたら、後ろ身頃の縫い代は右へ倒すみたいな感じで互い違いにして、で脇の下をチューッと3センチぐらい縫うんですけども、この時ちょっと画像では見えてないんですけど、中に挟まってる袖の縫い代綺麗に折れてるかちょっと確認してみてください。で表から見てこんな感じ、裏から見てこんな感じです。
90センチ幅の布を使ったので、スカート幅が足らないので2つのパーツに分けて作ります。で、2つの布を真ん中で縫い合わせて、縫い代を表に出して、で両端は三つ折りで縫っておきます。で、スカートの真ん中と表布の身ごろの中央をちょっとだけ縫って、でスカートを上の身ごろに合わせてぐし縫いで縮めます。で、表布の身ごろとスカートを縫い合わせて、で裏布の身ごろをまつり縫いで縫います、はい、で次にトーションレースやブレードを裾まで縫っておきます、はい、で後ろを縫い留めます。スカートの裾を三つ折りで縫います。でこの時にレースの部分はちょっと飛ばして開けて縫っていきます、はい、次にレースの部分三つ折りにして綺麗に折って、ちょい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 って後ろから返し縫いします。で表から見たらこんな感じで、幅の広い部分のレースは縫い付けない、一緒に縫わないように気をつけてあります。で次裾のレースを縫う時に、幅の広い先ほどの中央の縦のレースの下へ敷いてチューッと縫います。で最後にブレード縫う時にね、中央のレースの上から縫います。ここで初めて中央のレースの裾が押さえられる感じです。襟にレースをちょっと当ててみます。下部のところにレースを多い目にしてピンで当てます。両端はきれいに折り込んでおいてください。でそれを縫って、でその上にちょっと幅狭なレースも縫って、でその上にブレードを縫います。両端はきれいに折り込んで縫います。でスナップボタンをつけます、はい、次にアイロンして、でお花をつけて出来上がりです。リボンをつけた時の感じがこんなんで、でベールを着せた時がこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。